度聞きたいの。ともちゃんの口からはっきりと。ともちゃん、あの星あげる。スバルの星を忘れちゃった？小さい頃の約束。この時間だとまだ見えないけど、あの方角から上がってくるよ。星はスバル、彦星、雄筒、ヨバイ星、少しお菓子、オダニナカラマシュカバ、マイテ。ここだけね。お父さんとお母さんが小さい頃から何度も話してくれたから。いつ頃立つの？
ともちゃんが海の向こうに行かないで済むんだから、私は嬉しいよ。でも、こっちにもともちゃんのおじいさんやおばあさんがいるのに、なんでわざわざそんな遠くまで行くの？ともちゃんのお父さんらしいね。そんなことないよ。トムちゃんたらもう。忘れないよね、私のこと。でもともちゃんいい加減でお調子者なところがあるし、向こうでさっさと可愛い子見つけてくっついちゃったりしちゃうのかもね。信じてるよ、私は。みたいだよ。夢じゃないよね。だってこんなこと。うん、そんなことないよ。ともちゃん、今私のお尻触った？エッチー。あ、そうじゃなくて。ともちゃん、もう一度ギュッてしてくれる？ともちゃん、すっごく緊張してる？すごく胸がドキドキしてるよ。当たり前だよ。だってずっと好きだった人とこうしてるんだよ。緊張しない方が変だもん。本当はウキャーとか叫びながら屋上走り回っちゃいそうな気分なんだからね。
く気持ちが通じたのに、ともちゃんと一日だけ離れたくない。ともちゃん、離れちゃう前に私のこと忘れないって約束が欲しい。信じたいよ、信じてる。だけどともちゃんがいなくなったら私嬉しいよ。本当？じゃあ約束したっていう確かな形が欲しいの。言葉だけじゃやだ。ねえ、ともちゃん、私の初めてはともちゃんにって決めてたから。あ、うひー、どうしよう、なんだかすごく恥ずかしいです。ないですよ。だってドキドキがすごくて胸が痛いくらいで。変ですか？違うよ、違うの。そんなんじゃないよ。私すっごく恥ずかしくて、それでごめん。私が悪かったから。いいよ、本当に大丈夫だから。よろしくお願いします。
かんないし。もういいから、ともちゃんのしたいようにしちゃって。これでともちゃんのファーストキスは私のもんだね。うん、そうだよ。どうしたの、ともちゃん。ともちゃんだっていつもと違うよ。だって私の顔ばっかり見てる。ともちゃん、私幸せだよ。それじゃ、振り返らないでさよなら。ね。寂しくなったら電話するね。あと、メールとか。
古くて悪うござんしたね。無理に住んでいただかなくても私は一向に構わないんだけど。なんだいなんだい、疲れたろうと思って茶を持ってきてやったってのに。じゃあ持って帰るとしますかね。わかればよろしい。ほらほら、ちゃぶ台広げなよ。あいよ、担当お上がり。ご名答。あんた、あそこのクズ桜が子供の頃から好きだったろ。そうかそうか、喜んでくれたようで何より。どういたしまして。このお菓子大好き。ともちゃんもこのお菓子好きなの？スバルね、大きくなったらともちゃんのお嫁さんになるの。そしたら毎日このお菓子を作ってあげるの。どうしたのさ、急に黙っちゃって。昔のねえ、あの子、スバルちゃんのことかい？女の勘ってやつ。それにしても可愛い子だったよね、スバルちゃん。いつもあんたについて歩いてさ、けなげっていうか、一途っていうか。あんたら付き合ってたの？あははは、トモ坊照れてんの？ま、元気出しなよ。どうせまたすぐに会えるさ。あそこからここまでなんてたったの 4,5 時間じゃないのさ。大丈夫大丈夫、なもん気合と根性でどうにでもなるって。まあ今の時代、携帯だメールだとあるんだから大丈夫さ。さて、あたしゃそろそろおいとますっかね。帳簿付けやら何やらたまってるからさ。あんたはどうすんの？
そうだね、そうしときな。ここは都会だから適当に散策するだけでも面白いと思うよ。